おうやーどうやーうざいやー。はい、ということでですね、今日はですねこちら江ノ島電鉄の江ノ島駅前にやってきております。江ノ島駅やってきましたけど、あのここで SDGs の取り組みがあるということ。ここ江ノ島駅、その駅構内でやってるものがあるってことですか。みんなが想像してない SDGs を見つけられたいですよね。すいません、こんにちは。こんにちは。猫の額ほどワイドの大谷と申します。クポニの斉藤と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。江ノ島駅の中に SDGs の要素があるエリアがあるって聞いてやってきたんですけど、はいはい、で実際なんかなさそうな感じがあるんですけど、どこにあるんですか。こちらになります。あ、すごい。あ、ここの裏、え、ここの裏にあるの。なんか可愛らしいビニールハウスがあるんだけど、これはですねおよそ10平米あるビニールハウスになりまして、はい、こちらには水槽が2つあって、でお魚を飼ってます。一緒に野菜も育ててます。中入れることできますか。あ、入れますよ。あ、これ待って、この魚こっちにもいんの。あ、いるじゃん。こちらはですねティラピアという魚になります。ティラピア。ティラピアです。ティラピア、はい、もっともっと大きくなります。まだでかくなるんですか。まだでかくなります。はい、はい、で大きくなったら出荷もできると。はい、そしてあの、まあ、私たちの食卓の上に並ぶと。はいはいはい、はい、そしてこの魚があることによってこの上の植物が育つわけですね。これ具体的にそのポイントを教えていただけますか。はい、まず魚に餌を与えます。そして魚は糞をしますね。その糞っていうのを微生物が分解しまして、そして残ったものが実は植物にとっての肥料となるんです。そして植物が栄養素として吸った後の水はきれいになって、はい、また魚の水槽に戻っていくわけです。あ、これはちょっと新しいかもしれないです。だからいわゆるこの構造っていうのが SDGs の取り組みにつながるということですよね。はい、魚を持って野菜または畑が育つからお魚畑と呼んでます。あ、なるほど、お魚畑。はい、でも具体的に育ててるこの野菜だったり植物っていうのはどういったものが。そうですね、今見る限りですとやっぱりこちらにあるのがまさにバジルですね。はい、これバジルか。はい、これもイタリアンパセリですね。江ノ島駅のここにこういうエリアを作るっていうきっかけとかってあったんですか。きっかけはですね、江ノ電さんがぜひこういったものを建ててみたいと、そういった要望がありまして、私ども農場が藤沢市にもあったので、はい、そこから実際農場を見ていただいて、あ、ぜひやってみようと。もう本当に物理的に近かったおかげもあって、はい、本当に話が早く進んで、実際こういった小規模ながらも実践的な施設を建てさせていただきました。これこっち側のやつもバジルになるんですかね。はい、そうですね、こちらもバジルになります。はい、このティラピアって種類は何か理由があるんですか。やはり育てやすいということが大きいですね。はいはいはい。で、繁殖もしやすい、うん、病気にも強い、でよく食べるので成長が早いんですね。でよく食べるってことはよく出すということです。あ、なるほどな。そして何よりも大事なのが私たちが食べると美味しい。そしてこちらにあるのがフィルター。この中の微生物が魚の糞を分解してろ過します。微生物が分解してくれるから野菜が肥料として活用できるわけです。はい、水をずっと再利用できるということは大きいです。
水をね、はい、あともう一つは糞が肥料に変わります。なので肥料の節約というのもつながります。あ、肥料もそうか、そういうことなのか。はい、はい、で、あとはやっぱりこの面積で植物のみならず、うん、この下で魚も育つので、はい、野菜とお肉、うん、つまりタンパク源、はい、これを両方確保できるというのもまた大きなメリットになると思います。日本ってどうしてもやっぱり水はすごく豊富、真水が豊富なので、うん、水のこうありがたみというものをなかなかこう得られない。うん、そうですよね。でも実は離島とか、うん、そうですね、山のない島とか、ああいうところって実は真水が結構貴重なんですよ。だからあそこでは農業しても水がじゃんじゃん使えない。だからこういう水を常に再利用できると、はい、そういった施設っていうのが非常に重要になってくる。また世界広げたら、もう干ばつ地域とか、水が本当に貴重な地域、そういったところでもこのシステムというのは本当にいくらでも広げることができますから、より多くの人に生野菜が食べられて、そして新鮮なお魚が食べられる、そういうまだ可能性がいくらでもある、はい、そんな技術なんですよね。すごい、もう今目がめちゃめちゃ輝いてらっしゃるから話が熱くなってきますね。ありがとうございます。実際食べられるところとかってあるんですか？あります、バジルに限ったらしたら近くにある有名なイタリアレストラン、はい、イルキャンティビーチっていうのがありまして。あ、イルキャンティさん、はい、ティラピアはまだちっちゃいんですよね。あ、そう、大きくなってからですね。ちょっとイルキャンティビーチさん行ってきてもよろしいですか？ぜひ、はい、行って食べてください。はい、おなじみイルキャンティビーチさん、久々に来るけども本格的なイタリアンレストラン。あ、すいません、こんにちは。こんにちは、猫の額ほどアイドの大家と申します。はい、よろしくお願いします。お邪魔します。すいません、先ほど、はい、江ノ島駅にできた SDGs の取り組みで作られたお野菜を見てきたんですけども、はい、そこのお野菜がここのイルキャンティビーチさんに卸してるって聞いてやってきたんですが、はいはい、ちょうど今日朝あの江ノ電さんから届いたバジルがありますので。実際どうですか、そのバジルっていうのは。そうですね、やっぱりあの普通のバジルと、はい、ここまで遜色ないバジルができていると思いますけども。あ、すいません、お待たせいたしました、はい、こちらになりますね。美味しそうこれ実際普段レギュラーメニューで出されてるものなんですか？こちら今考え中でして、まあ、近々ちょっとお店の方で黒板メニューとしてやっていこうかなと思ってます。試作品。はい、そうですね。いいんですか、試作品食べさせて。ぜひ感想を聞かせていただきたいバジルもしっかりトッピングされてて、うん、あスペシャルボーノです。 ありがとうございます。もう表情見ただけで美味しそうな感じ、良かったです。美味しい、本当に普通のバジルと変わりないです ね。 そうですよね。食感もこの風味とかも、もうバジルそのもので、そうですよね、うん、一緒に食べてみても本当その素材の味の傍らでしっかり支えてくれてる。そうなんですよ、全然変わんないよ。画面右側が SDGs のバジル、そして左側が市販のバジル、早速食べ比べてみましょう。普通の方がちょっと、あ、うん、サクッといってすぐ香りが、甘さからしっかりとこの深いバジルの味、 SDGs バジル、もうほぼほぼ変わらないです。そうですよね。え、これお魚畑でできたバジルなんですか、これね。ですよね、僕もびっくりなんですよね。これすごいですよね。そもそもアクアポニックスのバジルを取り入れようって思ったきっかけとかあったんですか？まず
江ノ電さんから紹介されていただいて、はい、で栄養価が高いバジルっていうのと、はい、あと鮮度がまず抜群にいいっていう、ね、そこがやっぱり一番大きいところだと思いますし、はい、あとはもうせっかく地産地消という形でせっかくこちらにお仕事をさせてもらっているので、はい、地域のものを使いたいっていうのもありますので、はい、そういうのをひっくるめて触らせていただいてます、はい、いろいろお話とパスタごちそうになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。